뭐야? 에이? 뭐 다 눌러야 돼 설마? 아 그건 아니구나. 네 번 누르면은 타일 원래대로. 그러면은 네 글자를 어떻게 맞게 누르라는 것 같은데 만화경 볼 수 있나? 어? 되게 답박해요. 아이고. 돌리다 보면 뭐가 나오나? 나 봐도 모르겠네 이거. 에이? 아니지 뭔데? 에? 이상하게 징그러운 느낌도 드는데? 별론데 이거. 이 통을 열어볼 순 없나? 이건 그냥 새겨져 있다요. 저 비석 뒤쪽은 못 봐? 뒤는 깨끗하네. 무덤에 있는 것만 가지고 뭘 해야 되는 건가? 그럼 이거 누르는 걸 라이언이라고 맞춰볼까? R Y Y A. 근데 이렇게 막 눌러도 되는 거야? 이 단어가 아니야. 만화경으로 뭔가를 하긴 해야 되는 것 같은데 그럼. 아 통을 돌리면 무늬가 바뀌는 거야? 아 진작에 좀 알려주지. 에이 뭐 어떻게 맞춰야 돼? 응? 뭐 러브라도 맞추면 되나? 아 맞네. 오케이 이러고 다시 봐봐. 이름 좀 뭐가 좀 보이나? 아 아니다 그냥 러브를 저기다 넣으면 되는 건가? 이게 왜 보는 거야 그럼 이거는? 모르겠다. 내가 보면서도 뭐 왜 이걸 돌리고 있는지 모르겠네. 오케이 러브. 아, 어디 보자. L 첫 번째 L 첫 번째 O 그런 거일려나 어떻게 해야 되려나. V 몰라. 따땅 펜던트? 지금 묘비에다 뭔 짓을 해둔 거야? 아이다. 로켓 같은 건가? 웃ってる. 너무 幸せそうだ. 라이언. 사요코의 기억을 奪った 자도가 가장 大切にしていた ものが 我が子の 写真だったのか. 또 작동하나? 파파? 고장났는데 아빠. 아슈레이. 마치 총 맞은 것 마냥. 라이언. 상태가 안 좋은데. 僕の ことが まだ わかるのですね. わかるよ. アナザールームで 君と 会った 後 君の 記憶から 僕の データを 消した はずなのに どうやら君の海馬へのアクセスが不完全だったようですね。パパに何をしたの？意識を制御しました。死にはしません。一時的な制御です。君との話に
彼は不要です。ライアン、分かったよ。あなたはジャドが作った遠隔アナザーを使って私の前に現れてるんだ。そうです。君が見ている僕は君の記憶に一時的に書き込まれている仮想の人間。僕は今君の意識をコントロールしているのです。ソフィアにそうやって利用したんだね。でも私はソフィアと違う。あなたの思い通りにはならない。13年前のあの日、サヨコもジャドにそう言いました。君の使命は私と共にアナザーを完成させることだ。君の優秀な頭脳を家族のためなどという理由で埋もれさせることなど絶対に許さない。サヨコ、今すぐ私の元に戻れ。これは命令だ。アナザーはあなたのための研究じゃない。私はあなたの思い通りにはならない。君の今の眼差しはあの時のサヨコに似ています。アシュレイ、君はなぜここに来たのです？僕は君がここに来た理由がよくわかりません。ここに来れば全てわかると思ったからだよ。全てわかる？それはどういう意味です？13年前、ママはここに来ていた。その時のことを思い出せばきっと全てがわかると思ったの。ママがあの日どうしてここに来たのか、記憶の中で会ったママがどうしてあなたのことを知っていたのか。ライアン、あなたがどうして私の前に現れてママを復活させようとしたのか。アシュレイ、私知りたい。ライアン、私あなたの真実が知りたい。知りたい。저뒤에리차드좀어떻게해주지않으면저어떻게서있는거야自分がどうして生まれてどこへ行けばいいのかを。ライアン、アシュレイ、君が初めてです。僕のことを知りたいと言った人は。わかりました。君に話しましょう、僕の真実を。이젠통속의뇌랑도상담받고그래야되는거야?この墓に眠るライアン・フィッツジェラルド、彼の存在があって今ここに僕はいます。얘를통속의뇌라고해야되나?일단귀신은아닌데귀신이라하기도뭐하고。ジャドの息子のライアンはアナザーの被験者第一号でした。ライアンは幼くして母親の死に遭い、それが心の傷となり感情をすべてなくしました。ジャドは我が子の感情を取り戻すため開発中のアナザーで記憶の消去を試みました。でもその実験は失敗に終わり、ライアンは廃人状態となり、やがて死亡しました。ふんふん。その記憶消去の実験の時です。ライアンの記憶はアナザーによって抽出され、液体メモリーに記録されたのです。そしてそれはJC バレーの地下の貯蔵庫に保管されました。アシュレイ、僕はあの液体メモリーの貯蔵庫のタンクの中で生まれたのです。そしてそのことに最初に気づいた人間がサヨコでした。間違いないわ。保管された記憶データが変化している。まさかエピソード記憶が
自己増殖しているの？どうしてそんなことが起きたのか僕にも分かりません。小夜子は僕のことをこう呼んでいました。ライアンの記憶データから生まれた意識体だと。意識体。最初に覚えているのは記憶の海をたゆたう感覚です。アシュレイ、人間の記憶とは面白いものです。まず感覚があり、次に情報があり、その先に知識がある。そしてそれらの記憶にはそれぞれ異なった感情が刻まれています。会いたい、寂しい、怖い、悔しい、嬉しい。僕はライアンの生きた証である記憶を読み取って学び、少しずつ成長していきました。ママはあなたのことをジャドに知らせなかったの？サヨコはジャドに報告しました。でもすぐに否定されました。記憶データの自己増殖など絶対にありえないと。ジャドはライアンの記憶から僕が知り得た通りの人でした。家族を犠牲にしてまで研究に打ち込む天才科学者で、自分と異なる意見を認めようとはしない独善的な性格。彼はサヨコのように僕を理解しようとはしなかった。サヨコが去った後、ジャドは時々タンクを見に来ました。そしてある日、タンクに向かってこう話しかけてきました。ライアン、お前を必ず蘇らせてみせる。ジャドはその頃、一人でアナザーの開発を続け、ある実験を開始していました。それはアナザーによる記憶の上書きの実験でした。ジャドはライアンの記憶データを他人に書き込んで、ライアンを蘇らせようとしたのです。ジャドはその実験のために、ライアンの記憶の大量コピーを作り、様々な被験者からも記憶を抽出して、それを液体メモリーに集積していったのです。その実験は成功したの？いいえ。サヨコのいないアナザーの開発は失敗が続き、記憶の上書きは実現しませんでした。ジャドは開発を諦め、アナザールームを封印したのです。そして、6年前のことです。ジュリエット・レイクをハリケーンが襲い、JC バレーに突然の停電と建物の破壊事故が起きたのです。それによって地下で保管されていた貯蔵庫の液体メモリーが、ジュリエット・レイクに漏洩したのです。ライアンの記憶と様々な人たちの記憶が抽出された液体メモリーは、湖の水と混ざり、湖の中に溶け込んでいきました。それはまるで、この湖が僕の脳となったような感覚でした。やがて僕は JC バレーのネットワークに入れるようになり、様々な情報を得ることができるようになりました。サヨコが殺害されていたことを知ったのはその時です。そして、ジャドのパソコンの情報から僕は知りました。サヨコを殺害したのがビルで、そのビルを操っていた組織とジャドがつながっていたことも。どうして？サヨコ、なぜサヨコを殺したんだ？アナザーは当初から研究所の中で秘密裏に進んでいたプロジェクトだ。俺とサヨコは所長から選ばれたその推進メンバーで、お前は俺たちに選ばれたただの研究員だった。しかし
プロジェクトがようやくうまくいきそうになったとき、サヨコは俺たちを裏切って、リチャード、お前と一緒にアナザーの論文を封印し、自宅に隠し込んだ。あの夜、俺はサヨコに最後の通告をした。サヨコ、論文を渡せ。そして、俺たちの元へ戻れと。そうだったんだ。もしかしてママは、それが分かっていて。だからママは、アナザーを守ろうとしたんだ。アシュレイ、サヨコの死を知ったとき、僕は初めて理解できたのですよ。感情というものが、どんな時に生じるかということが。感情が僕の中に溢れてきたのは、その時、一度だけです。僕はその時、思いました。ただ、悲しいと。そして、僕はどうしてもジャドに聞きたくなったのです。なぜサヨコは殺されなくてはいけなかったのかを。ライアン、あなたはジャドに会っているの？はい。その頃ジャドは遠隔アナザーを開発中でした。僕はそのシステムの中に入り込み、ジャドにアクセスしました。誰だ？お前は？現れた僕を見て、ジャドは非常に驚き、混乱を起こしました。それから、僕に触れようとし、それが不可能だとわかると、興味深い様子で、しばらく僕の姿を見つめました。僕はジャドに尋ねました。なぜサヨコは、殺されなくてはいけなかったのかと。ジャドは怪訝な顔をして黙り込んでいました。귀신보는기분이僕はもう一度こう尋ねました。僕を見つけてくれたサヨコはなぜ殺されてしまったのかと。ジャドは僕の質問には答えずこうつぶやきました。ライア。ジャドはその時理解したのです。ようやく僕の存在を。僕を見るジャドの年老いた瞳は震えていました。あれはどういう感情の表現だったのでしょうか。온갖게다섞여있었겠지。あなたの存在を知った後、死んだんだね。はあ。それから、サヨコもジャドもいなくなった世界で、僕は誰にも気づかれず、この湖に存在していました。ライアン。僕は考えました。ただひたすら、僕が存在する理由を。しかし、答えは何も出ません。やがて僕は、ジャドとサヨコが残したアナザーに興味を持つようになり、アナザーを完成させたいと思うようになりました。アシュレイ、ビルにアナザーの開発データを送らせたのは僕です。そうだったんだね。そのデータを使って、僕はオリジナルアナザーを完成させました。あなたは、アナザーを完成させてどうするつもりだったの？別に意味などありません。僕が存在した証としての行為、それだけです。 JC バレーにロビンズ博士が現れてリチャードをちょんちょんしょこ、博士はそれまで誰も調べようとしなかったことを調べ始めたのです。アシュレイ、君は知っていたのですか？博士はどんな目的でここに来ていたのか。最初は知らなかった。でも今は知ってる。
아이걸또여기서또이렇게고르게하는구만아나잘모르겠는데아마마이클마이클지금 아리처드가제이시벨레온목적드디어이어졌다다だからアシュレイ、私はサヨコがここに来ていた理由が知りたい。その理由が分かれば、サヨコが命を失ったあの事件の真実が分かるかもしれないんだ。うん、알겠던데。ママがどうしてここに来ていたのか知りたかった。근데제일궁금했던사람은옆에서자고있어。ライア、私もパパも何も知らなかったんだよ。ママのペンダントに。ママの記憶データが入っていたこと。そうだったのですか。ライアン、あなたはどうしてあのペンダントのこと知っていたの？僕は所長のレックスのパソコンを監視していました。ロビンズ博士の就任が決まった夜、レックスはパソコンの日記に書いたのです。サヨコのペンダントのことを。リチャードにいつ告げようかと。 JC バレーにやってきたロビンズ博士はサヨコの事件の真相をまだ追っていました。そして博士はビルが送ったアナザーの開発データを見つけ、 JC バレーに封印されたアナザーの秘密に気づき始めた。さらに湖の汚染についてまで調べ始めて、液体メモリーの成分が汚染物質であることに迫ろうともしていました。僕が追い詰められた気持ちになったのはその頃からかもしれません。この湖を汚染している物質は僕自身なのですから。アシュレイ、僕は分かっているのです。自分に残された時間があまりないことを。湖から液体メモリーの成分が除去されれば、湖がまた浄化されれば、僕は消える。つまり僕は死ぬのです。ライアン、そんな時です。博士が君を呼び寄せたのは。キャンプ場に現れた君の胸元にはサヨコのペンダントがありました。アシュレイ、僕はサヨコに会いたかったのです。自分が消えてしまう前に、ただ会いたかったのです。あのペンダントの中に入っていた記憶の中のサヨコだけが僕のことを覚えていてくれたはずだから。だから僕が完成させたアナザーでサヨコの DNA を引き継ぐ君の中に、あの時のサヨコをよみがえらそうとしたのです。でもサヨコはラスを残して、そんな僕の行為を許さなかった。サヨコは教えてくれたのです。僕の間違いを。自分が存在した証を求めて、アナザーを使うことなど、間違いだったことを。アシュレイ、これが、君が知りたかった僕の真実です。ライアン、あなたの姿が私からあなたの記憶を消そうとしているの？そして君は僕を忘れる。
내가 지워줄게. 아, 그래와 나야, 미대. 엿먹어 하는 것 같아. Remember you. 아나타오. 오보에테이루. 라이언, これは ママ からのメッセージだよ。あなたがアナザーでママの記憶を私に上書きしようとしたとき、記憶の中のママが言ったの。誰かが忘れずにいる限り、その人はずっと生きていけるって。サヨコ、ありがとう、ライアン。ママのこと覚えていてくれて、ママはあなたの中にも生きていた。だから私、ママに会えた。アシュレイ、僕のことを思い出してくれますか？もし僕が消えても。うん。ママが見つけたあなたのこと、私は忘れない。私、あなたのこと、いつまでも覚えている。アシュレイ、もう一度ラスを見せてください。되게변태같이쓰다듬는거ありがとう사요코僕はもう眠れる。어우뻐근해아시레아빠라이언가消えた。このラスに触れてライアンはいなくなった。え？パパ、私ライアンからママのこと聞いた。そしてライアンがどうして私の前に現れたのかも。아빠도제정신아닌것같은데 왜딸을한테서그저런모습을보고있는거야아슈레이聞かせてくれ君が知った真実を。이러고끝나는건가それから私とパパはボートに乗り、JC バレーに戻った。パパは私を自分の研究室に連れて行き、そこに簡易ベッドを広げると、少し休みなさいと言った。ラクラク침대。そしてエリザベスのパパと長い話を始めた。少し寝て目を覚ますと、パパがそばにいて帰ろうと言った。コテージまでの道を歩く間、パパも私もずっと黙ったままだった。でも何も話さなくても私もパパも分かっていた。私たちはその時ただママのことを思っていた。昨日の電話で様子がおかしかったから心配して駆けつけてみたら、まさか朝帰りだなんて。いや、それにはいろいろあって。そうなの、ジェシカ、本当に大変で。で、ジェシカ、私なんだ。アシュレイを巻き込んでしまって。違うの、ジェシカ、小島に行きたいって言ったの私なんだよ。うん、ジェシカ、パパはね、私のことを守ってくれて。アシュレイが頑張ったんだ。だからサヨコのことが。あら、二人ともずいぶん仲良くなったのね。え？アシュレイ、
キャンプに行ってよかった。うん、ジェシカ、キャンピオン恥でも聞んで、聞いてもらいたいこといっぱいあるの。わかった、いっぱい聞かせて。アシュレイ、帰りのバスは何時？まだ時間あるけど、私みんなに挨拶してくる。ああ、そういえばカードキーをゲストハウスに返しておいてくれ。チェックアウトの手続きは済ませておいたから。分かった。追加の精算もなかったからすぐに終わったよ。ジュースぐらいは買ってもよかったんだが。キャンプ場に飲み物はあったしね。そうかい。欲しいものがあったらパパに買ってきてもらうよ。帰ってきてもらう理由にもなるし。わかった、任せてくれ。잠깐인사를굳이다돌면서해야돼?너무넓은데여기?다마중나와주나?그랬으면좋겠으나.자,아시레,기어つけて.ラスゴペンダントをたっぺなったか。またその時に。ペンダント。왜저기저러고서있는건데어디보자인사저쪽먼저갔다오자그럼샬롯할머님네가갔다가여기식당도들르고그러고캠핑장쪽으로가보면괜찮겠지어차피나가는길그쪽이잖아설마기껏왔는데여기는해당사항없어요이런건아니겠지そういえば前にこの辺りでそこで何してるんだい?シャーロットさん!대기하고있었네그래도アシュレイマシューは見つかったのかい?はい。マシュー、大切なことも全部思い出して、パパの行方も分かって会いに行きました。そうか、それはよかった。少しはおせっかい娘も役に立ったようだね。ひどい。少しは褒めてもらえるかと思ったのに。なんだか嬉しそうですね。シャーロットさん、何かいいことはあったんですか?え?別に大したことはないさ。ただちょっと急に客が来ることになって。전화해서온다이구나。それって。まったく電話をかけたら涙声で今日来るって。だったら駆け落ちする前に言えばよかったんだよ。またそうやって素直じゃないな。本当は娘さんにもお孫さんにも会うのが楽しみなくせに。何か言ったかい?いえいえ何も。私これから帰ります。そうかい。おせっかい娘がいなくなってスイスイするね。本当は寂しいんじゃないですか。アシュレイ、またおいで。このジュリエット・レイクに必ずまた来ます、シャーロットさん。それまでお元気で。얘는또여기있네아저씨도멍하게서있고아니메뉴판이아니라 아이고밥
おう、アシュレイ。私、これから帰るんだ。そっか。名残惜しいが、気をつけて帰れよ。また店に来てくれよ。うん、また来る。パパにも会いに来るし。そいつは楽しみだ。サーモンライスバーガーとあいつらが待ってるよ。うん、また食べさせてね。おお、当たり前だ。お代はもちろん博士のつけで。외상할수있는건덕진생겼으니까좋고아되게쳐다보네하이아슬레자네토아타시코레카라카에른다에소나노모토오샤베리시타갔다노니마데모마다아에르요네응기토에리자베스가네랜슈시오테이다시타요카타네そう、私やトミーが何言ってもダメだったのに急に。アシュレ、何かしたの？ううん、別に何もしてないよ。ただちょっとの誤解を解いて友達になっただけ。あの気まぐれさんと友達になれるなんてすごいよ。あれ？だとしたら私もすごい？そうかも。じゃ、アシュレバイ。うん、バイバイ。じゃあ、다음은제발저한테말좀걸어주세요하고서있는 やあ、アシュレイ。これから帰るのかい？はい、お世話になりました。なに、それはこちらのセリフさ。これから残ったアナザーの技術を完全に封印、湖の浄化の推進、汚染によって被害を受けた人々への補填などやることは山積みだ。しばらくは研究より書類仕事が多くなりそうだよ。大変そう。なに、これも所長の仕事だからね、うん、リチャードのことはすまない。だが彼の力はこれからの JC バレーには必要なんだ。分かっています。私もパパがやりたいことを応援したいです。ママもきっとそれを望んでいるから、パパのことよろしくお願いします。そうか、ありがとう。エリザベスのこともよくしてくれたみたいだね。ありがとう。エリザベスにも挨拶させたかったが家にはいなかったんだ。どこに行ってるんだか。ジャネットはボブの店に言い浸ってるとは思うが、アシュレイ、元気でな。またいつでも遊びに来てくれ。はい、また来ます。おい、ネイバー女子。やあ、こんにちは、アシュレイ。こんにちは、ダン。相変わらず気持ちのいい挨拶だ。私これから帰るの。そうか、すまない。君のカバンだが私の方では見つけられなかった。お、それはもう大丈夫。無事見つかったから。本当かい？それはよかった。それからあの家出少年のことなんだけど。マシューのことならもう了承済みだよ。連絡があったんだ、マシューのおじさんから。マシューはお父さんと無事会えたそうだ。よかった。アシュレイ、感謝する。君の活躍で一人の少年が救われた。そんな。そうだ、よかったら考えてみないか。将来は森林警備隊に入って自然と人々を守る仕事に就くこと。は？ああ、それはまたゆっくり考えておきます。待ってるよ、アシュレイ。じゃあ、また。정말뜬금없네。이것들은가는길목에한명씩앉아있거나대기하기로약속을한거야？ジーナ！あら、アシュレイ。よかった、帰る前に会えて。久しぶりの湖畔の散歩は正解ね。
アシュレ、所長から聞いたわ、遠隔アナザーのこと。うん、いろいろあって疲れてない？ううん、私は元気。ジーナこそ怪我大丈夫？大した傷じゃないわ。こう見えても意外と強いの。うん、知ってる。ありがとう、ジーナ。あなたが一緒にいてくれたから、私頑張れた。アシュレイ、また遊びに来てね。私はこの湖を眺めながら、所長やロビンズ博士と一緒に人のためになる研究をJC バレーで続けていくから。ジーナ、パパのことよろしく。ええ、任せて。じゃあまたね、ジーナ。イアンにもよろしく。ええ、わかったわ。アシュレ、元気でね。今回のエリザベス。アシュレ、どこか行くの？バス停、これから帰るとこ。そうなんだ。パパから少し聞いたわ。JC バレーで大変なことがあったって。うん、ちょっとね。ソフィアのことも聞いた。パパ、話しにくいこともちゃんと全部話してくれた。よかったじゃん、パパと話せて。そっちは？うん、前よりはいいかな。まだわかんないこと多いけど。だよね。おお、すげえ。マシューのこと、あなたにも謝っておく。本当のこと知らなくて、ひどいこと言っちゃった。気になるなら、マシューに手紙書いたら？きっとダンがマシューの連絡先、知ってると思う。そうだね。素直な気持ち、書いてみよう。うん。手紙、私にも書いていいよ。やだ、アシュレイには書かない。あなたとはバンドコンテストで会うから。そっか、それもそうだね。私には私にしか歌えない歌があるから。뭐야웃음찾는거야よーし、なんか燃えてきた。じゃあ次はコンテストで会いましょう。もち。まもい。またね、プリンセス。너도한마디하는구나멍저그러면은이제안내소쪽가면은설마또농땡이치고있나아직까진가는길은안보였으니까안내소에있겠지카드키같은것도반납하나했으니까일단밖에는안보이고안에는뭐시꺼면서빼는게없고자기없을것같은데마지막이라고있나있네今日はサボってないんだね。俺はいつでも真面目に働いてるさ。嘘ばっかり。さっきロビンズ博士が来てチェックアウトの手続きをしたよ。あとはカードキーを返してくれるだけでいい。うん、わかった。いろいろ大変だったみたいだな。ちょっとね。でもいい思い出になりそう。そりゃよかった。なんだかんだで思い入れがあるから、ここでのこと嫌な思い出にならなくてよかったよ。トミーはいい人だね。今頃わかったのかよ。よくどうしかカードキーを返したらもうゲートの中には戻れない。ロビンズ博士や他の人にお別れは伝えたか？다시거기돌아갈긴너무멀다。うん、もう大丈夫。そうか。じゃあこれで正式にチェックアウト完了だ。いろいろありがとね。気にするな。
반납했다. 테마송이 귀가에 맴돌아? 레이? 뭐? 아슬레! 하바 나이스 라이! 갑자기? 次야 밴드 콘테스트에 나! 응! 맞다네! 줄리엣 레이크 라리라리라. 자, 그럼 이제 캠핑장으로 들어가는 거는 못하고 버스 가는 길에 매슈 있지 않을까? 처음 만난 장소인데 만났다고 해야 되려나? 마주친 장소인데 저건 제시카 아니요. 이게 매슈가 없네. 근데 멀리서 보니까 되게 귀신 같다. 갑시다. 아슈레이, 이까시라? 아, 여기서 돌아갈 수도 없는데. 갑시다. 가방을 어디서 튀어나왔냐? 도둑놈. 타고 생각해. 타고. 저기 발만 올리고 저러면 무슨 민폐야 저게. 13歳最後の朝、気分は最悪だった。あの日、私はパパと再会して、あの出来事は忘れられない思い出になった。それから2年とちょっとが過ぎて、16になって、こうしてパパに会いに来て、やっぱり気分は最悪で。そして昨日、またいろんなことが起きて、それはまた大切な思い出になって、ママがどんな人だったかようやく分かって、この2つの出来事は大切にしまっておこう。私の記憶の扉の向こうに、いつまでもママと一緒に。가만생각해보니까진짜딱하루치였네그게 자아무튼이렇게해서어나더코드두개의기억이랑기억의문편다끝을봤는데확실히두개기억에서이런애들이나오고이런설정이있어요하면서좀기반을좀쌓아올렸다면은기억의문편에서는그걸가지고이제확실하게다듬은느낌이었다이런느낌이었던것같네요나는이게주인공만성장하고그냥이어지는거라고는주인공뿐이고그냥다른별개가될줄알았는데그냥두작품이그냥하나의라인이었다고해야되나뭐그런느낌이었네요근데애들갑자기너무많이나와가지고이름이안외워져가지고끝까지좀라이언이랑이하는계속헷갈려가지고 아무튼뭐이름외우는거는뭐늘있었던일이니까뭐그러겠냐고근데아직그렇게시원하게풀린느낌은아니지매슈네아빠는왜병이왜얘는왜잠입을하고있고
선생님은 왜 또 여기 나오는 거고. 아, 찾아보니까 그건 있었는데. 이 제작사, 제작사의 다른 작품에 나온 인물이라 했던가? 그래가지고 까메오 느낌으로 계속 나왔던 거라고 어디서 얼핏 보긴 했었는데 정말 얼핏 봐가지고 제대로 기억이 안 나네. 그리고 또 중간에 한번 찾아본 걸로는 이게 옛날 지금 스위치로 이식된 지금 리컬렉션판이 아니라 DS에 있는 버전에서는 뭐 2회차 플레이를 하면은 좀 더 다른 걸 알 수 있다 라고 하는 거를 얼핏, 그것도 얼핏을 봐가지고. 근데 이거 2회차겐 나는 지쳤어. 중간에 에러도 한번 겪었고 대화가 스킵이 모르겠다. 에러 나가지고 다시 할 땐 대화 스킵 안 되던데. 연타하느라 고생했는데 이거. 하여튼 그런 이유로 해가지고 두 번은 못할 것 같아가지고 궁금하지 말고 자꾸 넘어가는 걸로 해야 될 것 같아. 아, 이 친구 다 보이네. 뭐 딱 후일담 느낌이어서 좋겠는데 지나 혼자 저렇게 똥고생하는 거야? 저런. 아, 이 이하는 다시 본업으로 돌아간 거 같고. 아, 엔딩은 또 왜 이렇게 좋아? 가만 들어보니까. 진짜 머리 색깔 알록달록하네. 그래서 밴드 경연에서는 누가 어떻게 됐는데. 아니, 이거 소재 가지고 충분히 다른 내용도 뽑아낼 수 있을 것 같은데 안 나오려나? 모르겠네. 아무튼 이렇게 한번 해봤는데 그냥 구작 이식이었어가지고 그렇게 큰 기대를 품기보다는 이식작을 하는 거니까 호기심에 가까운 마음으로 그냥 가벼운 느낌으로 플레이했었는데 그렇게 무거운 이해도를 가지고 해야 되는 게임도 아니었어서 하루에 딱 한 장 혹은 반 장 정도 하면서 가볍게 자기 전에 책 읽는 느낌으로 플레이해봤었는데 딱 거기에 알맞는 내용이었고 분량이었다 이렇게 생각이 되네요. 뭐 좀 아쉬운 거라 친다면은 분량? 분량이랑 그래픽? 그래픽이랑 조작감? 분량을 좀 더 뽑아낼 수도 있었을 것 같은데 좋게 좋은 쪽으로 해서. 그래도 딱 이런 내용이라서 지금 분량이 알맞다고 봐야 되려나? 하긴 좀 더 길어졌으면 루즈해졌겠다. 딱 기승전결이 정확하게 궁금한 게 풀려가면서 몰랐던 사실을 알아가면서 진행이 되는 그런 느낌이었으니까. 길어졌으면 뇌절이었다. 됐다 됐다. 그럼 분량은 그냥 내 기우였던 거고 뭐 그래픽이랑 조작감? 뭐 스위치 말년에 가까운 시기니까 그렇다 치기도 뭐한게. 원래 콘솔 같은 경우에는 황금기를 지나서 이제 말년에 가까울수록 이제 기술 최적화라든가 뭐 이런저런 것들이 해가지고 좀 많이 괜찮아지는 편이긴 하는데 그거를 못 느꼈다고 해야되려나? 조작감이 세상 그렇게 불편할 수가 있나. 옛날 바이오 하자드 같은 시점은 아니기는 한데
처음 시작할 때 맵도 깜깜한데 길은 안 보이고 시점은 등짝 보면서 뛰고 있을라니 화면 돌릴 때마다 어지러워 이런 생각도 들고 뭐 결국에는 기억의 문 편이고 할 때는 익숙해져가지고 별 지장이 없었고 그렇게 크게 화면도 안 돌리면서 했어가지고 극복을 하긴 했는데 처음에는 그게 진입장벽이었네. 아니 이걸 뭐 어떻게 알아는 거야? 이게 뛰는 거 맞아? 뭐 뵈는 것도 없고 그게 좀 셌어가지고 그게 힘들었지. 나중에는 뭐 뒤 만나면서 귀신 만나면서 퍼즐을 풀어 괜찮네. 한 가지 아쉬운 점 있으면 이제 두 개 기억편에서는 이런저런 퍼즐을 푸는 느낌이 들었는데 기억의 문 여기서는 아 잠겼어? 응 라스 문 따게 이거 말고 뭐 없잖아. 마지막에 만화경 그걸로 그냥 러브 한번 맞추고 그게 또 아쉽네. 퍼즐 게임으로는 조금 아쉬웠네 뒤편이. 근데 그걸 좀 낮춰가지고 스토리를 다듬는데 더 집중시키려고 그랬던 건가? 그러면 뭐 그럴 수 있지. 내가 뭐 개발자도 아니고 내가 뭐 그런 것까지 다 세세하게 생각하면서 플레이하는 건 아니니까 그냥 거의 팝콘 씹으면서 감상하는 기분으로 했으니까 아무튼 재밌었다. 그래서 네 밴드 파트너는 누구냐? 디엔드 솔로로 엔딩이네 그냥. 자 아무튼 이렇게 해서 리컬렉션 다 끝을 봤는데 2회차는 아까 말했다시피 정말 뭐가 있는지도 모르겠고 나중에 뭘 정말 궁금하면은 혼자 깨작이게 싶고 영상은 안 올리겠지 싶네. 관심 있으신 분들은 한번 직접 플레이 하기 좀 그렇다. 한번 그냥 유튜브에 쳐보면 누군가는 올려주지 않을까 정말 있다면. 아무튼 이렇게 해서 마무리하고 다음에 또 이런 간단한 퍼즐 유의 스토리 게임 있으면 또 한번 해보고 싶네. 아무튼 여기서 마무리하고 전 다음에 다른 게임으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 바이바이.